J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。今月は一人でお送りしています。今回もよろしくお願いします。はい、今回はですね、リクエストをいただきました。以前出版社に監禁して、原稿を書いているという話しましたけれども、そのことに関してですね、ぜひ自主監禁の勧めをお願いしますというリクエストをいただきましたので、監禁の勧めですね、これをお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、そもそも監禁って何かなと思って辞書調べてみました。辞書調べてみたところですね、こんな定義が載っていました。人を一定の場所に閉じ込めて行動の自由を奪うこと。人を一定の場所に閉じ込めて行動の自由を奪うこと、まあ、これを監禁というわけですけどね、これを自主的にやるのが自主監禁です。自分を一定の場所に閉じ込めて行動の自由を奪うこと、これが自主監禁ですね。はい、実際には、これ出版社、金星堂という出版社があります。大学教材をメインで作っている会社なので、なかなか本屋さんで金星堂の本ってあんまり見ないですけれども、そこの出版社にですね、2023年度に、出版する教材ですね、を作るということが1年半ぐらい前ですかね、1年半ぐらい前に、まあ、企画をいただいて、まあ、以前も作ったことがあるので流れは分かってるんですけれども、だんだんとですね、時間いっぱいたっぷりあったはずなんですけど、なかなかやっぱ時間あると思うと人間進まない、始めないですからね、進まないどころか始めもしないですからね、気づいたら3月になってしまってですね、で1ヶ月前ではないです、1年前、発売の1年前の3月ですね、まあ、それでも2年ちょっとあったので、だいぶ何もしてなかったんですけれども、でその時にもう監禁しかないと思ってですね、監禁させてくださいということで、まあ、金星堂なので、まあ、分かりやすく金曜日にですね、あの金星の金星です、星のなので、金曜日に監禁というですね、ちょうど語呂もいいかなと、金星堂に金曜日に監禁ですね、ということで、何回ぐらい監禁したのかな、最初の頃は週1回金曜日10時から満足するまでという感じですね。監禁といっても全然お昼は食べに行きますし、編集者の方と野球の話とか結構仕事中にしましたし、だから緩い感じなんですけどね、緩い感じなんですけど、でもやっぱりさっきの定義にある行動の自由を奪うことですね、さすがに金星堂まで行って他の出版社の原稿書けないですからね、それは、まあ、見てなかったとしてもそれはちょっとと思うので、ちゃんと金星堂の原稿を書いて、で何が良かったかっていうと、すごく小さなことでもメールで問い合わせるほどのことじゃないけど、ふと気になったこと、どうしたらいいかな、ちょっとこう話し相手になってほしいとかヒント欲しい時ってありますよね、出版じゃなかったとしても、これどう思いますかみたいな、なんか誰かの意見聞きたいみたいな時にメールを送るのはなんかそこまでじゃないんだよなっていう時に、まあ、隣に編集の方いらっしゃるので、誰々さんこれってどっちの方がいいですかとかって聞くと、あこっちの方がいいんじゃないですかね、あやっぱそうですよねって言って、またすぐに戻れるっていうところで、ちょっとした疑問をすぐ解決できるっていうのは良かったですね。監禁と言いながら喋る相手はいる状況なんです。これ一人で監禁の場合もありますよね。例えば、まあ、それ以外の監禁だと僕がよく使ってたのは、最近あまりやらないですけど駅のホームですね、帰る前に駅のホームを使って、駅のホームのベンチです、駅のホームのベンチで原稿を書いて、まあ、ある程度のところまで行ったら帰るみたいな、
で家に帰ってからやってもいいんですけど、僕家に帰るともうあのスイッチオフになっちゃうんですね、自動的にできなくなってしまうので、帰る前に、駅のホームで原稿を書く。で駅のホームもどこの駅でもいいわけではなくて、あの人があんまり通らないところですね。でベンチがいっぱいあって、で自動販売機もあると、喉乾いたらすぐ飲めるっていう、そういうあのところを選んで自主的に換金して、でまあ今日はこのぐらいかなってなったらこう帰るっていうのをやっていました。まあそうは言っても週1回しか行ってなかったので、それ以外の時にじゃあできるかっていうと、なかなかやっぱできなくなってしまうので、もう一個条件つけたんですね。まあ、それが、ちょうど去年プロ野球ですね、日本ハムの監督が新庄監督、まあ、ビッグボスって言われてた当時ですね、新庄監督になったので、で日ハムって当時あんまり勝てなかったですよね。あんま勝てなかったので、日ハムが3勝するまでに、次の原稿を送りますっていうのを編集者に約束して、だ3連勝したらもうすぐ書かなきゃいけないんですね。2勝するまでなんか3勝6勝9勝12勝、その3の段ですね、3の倍数で、原稿を送ってきますってなると、あの6月あたりに日ハム結構調子が良くなった時があってですね、その時は僕の原稿も早くなりました。1勝の時はまだいいんですね、3の倍数でまだ3にならない、あと2回勝たなきゃいけないという時はちょっとゆっくりでなんですけど、2勝しましたってなったら、まあ、あと1勝で原稿を送んなきゃいけなくなるので、そこからこうですね、あの試合が終わるぐらいまで、試合始まったらそわそわしますからね、あのヤフーのこの一球速報みたいなやつを見ながら、あの相手チームが点入れたらよしとかと思いながら、で2試合も逆転して、あ頑張んなきゃみたいな感じで、それはそれで楽しかったですね。はい、だまあそういう感じで、まあじゃあみんなじゃあ日ハム使ってくださいってことじゃないですけどね、これと同じ効果があったのがあのストップウォッチです。ストップウォッチをダウンロードして、ストップウォッチを動かしながら原稿を書くとかですね、いうふうにすると、それまではなんとなくなんかネットを検索し始めたりとかってしてたんですが、ストップウォッチ出して動いてると時間無駄にしたくないっていう意識が働くんですよね。でパッと見て、あもう34分かとかって見ながら、こうあと何か検索しようとするとやっぱりそのストップウォッチが目に入るので、あ全然関係ないことは今じゃなくていいやっていうので、すぐ戻れるっていうのは、このストップウォッチ使うことにただスタートして動かしておくだけです。どの作業何分かかったかというよりは、まあその確認もそうなんですけど、ただ動かしておくだけで時間無駄にしたくないって思いが働いて、やっぱりこう無駄に勝つことが、時間の無駄遣いに勝つことができました。はい、これも換金ではないですけど、まあでもデスクトップ内に監禁している感じですね。心を監禁している感じですね。他に行かないように。これさっきの行動の自由を奪うっていうですね。もうネットはもうすぐ使えますからね。そこで全然関係ない検索とか無意識に始めてしまう。それを防ぐことができるっていうのは、この監禁良かったです。勉強なんかでもあのおすすめです。ストップウォッチをパッとつけて、で、学習する。で、なんか違うスマホとか見てるときに、とかあとまあスマホのストップウォッチでもいいと思いますけどね、あのずっと動かしておいて、それ を例えばあのホーム画面 の, あの解除したらストップウォッチが動いているのが見えるようになったら、多分無駄にしたくないという思いやっぱり出てくるので、メールチェックいいやとか LINE チェックいいやとかってやっぱり勉強に戻れるので、これおすすめです。はい、でもうそうすることでもうそれしかできない状況に追い込むことができるので、あとはもう場所で言うと、例えば飛行機の中とかですね、まあ、あえて飛行機に乗りに行くわけにはいかないのでお金もかかりますからね。僕は出張が多いときは、まあ今の高知の出張とかっていうのはあの3ヶ月に1回ぐらいあるので、そのときはもう飛行機の中では、まあ、Wi-Fi 最近使えるので、あのちょっと状況変わってきましたけども、あのパソコン開いたら Wi-Fi も特にない、メールチェックもできなかった、まあ、途中までできないですね、 今もあの安定するまでは Wi-Fi 使えなかったりするので、もうその時はもう原稿にこうそれしかやることないですからね、なのでもうずっとそれを書いているとか、あと電車内なんかもそうです。これは未だに使いますけども、
電車内でこう書いて、で電車のいいところは降りる駅が決まってるので時間決まってるんですね。ストップウォッチの逆ですよね。もうカウントダウンが乗った瞬間からカウントダウン始まるので、そこまで何とかしたいっていう、それはあのローカルな電車もそうですし、新幹線とかでもそうですよね。そういうのを使って、まあ、なんとかこう仕事を効率よくではないですけど無駄にならないように、するというのは結構僕は使っています。はい。でもそうしないとなんかサボる気はないんですけどね、サボる気はないんですけど、なんか違うことを考えて違うことをやり始めてしまうので、自分自身が本当にあの信頼を置けないので、あのこういう感じで場所的な換金、それから時間的な換金、ストップウォッチを動かしておくだけなんですけど時間的な換金とか、あとはもう降りる駅まで何とか終わらせるっていう風にすると、意外とそんな僕でも全く自分に信頼を置いていない自分でも、あの効率は少し良くなったりするので、もし同じような感じの方いらっしゃったらですね、おすすめ、特にストップウォッチおすすめですね。勉強なんかでも使えますし、あとストップウォッチはもう何分勉強したかっていうのも分かるので、無駄な時間を持たないようにするっていう格闘にも使えますし、どのぐらい学習したかっていうのにも使えるので、あのすごくおすすめです。はい。そしてそれであの出来上がったのが、まあ、こちらのですね、ギガブースターフォーダトーイック L&R テストというものですね。これまあ大学教材なので本屋さんには売ってないですけれども、日ハムのおかげで出来上がった教材ですね。はい。今年はあの、まあ、大学教材今年は作ってないので、日ハムが今どういう状況かは全く追ってないですね。去年の今頃とかも毎日日ハムの状況を追ってましたからね。はい。というのが、まあ、自主換金の進めてはいないですけども、あのかなり、あのなんていうかな、無駄な時間を過ごさなくなりました。自分を律することが、できるようになったのがこの換金です。これは実はでも以前からやってました。以前ももうどうしてもこう書けないとかですね、なった場合には出版社に行って書いてっていうですね、その出版社に行ったらもうそれやるしかないですからね。あとやっぱ人と会うとやる気になりますね。こういう原稿ってチームで、例えば共著とかであったとしてもチームで一緒に書くわけじゃないので、ずっと一緒にいて書くわけじゃ、話しながら書くわけじゃないので、どうしても個人作業なんですよね。個人作業の場合はどうしても、やっぱ自分に負けてしまう。私の場合は特に自分に負けてしまうので、そうならないように、換金。あとは人ですね。人と会うことによって、なんでしょうね。人と会って喋るだけでモチベーション上がりますね。やっぱり頑張ろうってなって、進めることができるので。換金といっても人と会わない換金っていうのは僕はやらないです。そういう換金はやらないですね。人と会う換金、それを換金っていうのかわからないですけども、はい。まあ自分の性格なのか、こう性質なのか、傾向なのかわからないですけども、自分はこうすれば動くっていうのを知っているから、まあできることなのかもしれないですけども、結構、おすすめですね。換金という呼び方がいいかどうか正しいかどうかっていうのは分からないですけれども、もうそれしかやらない環境、それから無駄に勝てる環境、無駄に勝てるというか無駄なことをしたくなる欲求に、欲求でもないんでしょうけど自然とそうなってしまう、検索してしまうとかっていう環境、いう状況に勝てる環境を自分で作るっていうのはすごくおすすめですし、そのうちの一つが、まあ、今日お話しした、自主換金です。はい。で、学生の頃なんかも移動中はなんか英語を聞くとかですね、いうのは自分にもうルール化していたので、そういう意味ではルールで縛って自由を奪うっていうのはやっていましたね。ボキャブラリーブースターもそういった意味では換金ではないですけど、ルール決めてる、あれ毎日配信っていうルールだけだと多分できてないですね。
まあ、最近ちょこちょこ時間ずれることはありますけど、うん、平日は午前7時、土日祝日午前9時、元旦午前10時、まあ、最近は元旦周辺午前10時にしてますけども、まあ、そういう時間まで決めてるので、そこまでやらなきゃいけないって縛りができますからね。で、この換金というものを別の言い方をした場合に、まあ、これだなって思うものが2つあります。まず1つ目が、本田圭佑さんの言葉ですね。これは2022年度の近畿大学の卒業式だったと思いますけども、本田さんが卒業式で、卒業生のメッセージを伝えるという中で、言われていたのが、まあ、とにかく環境にこだわれっていう話をされていました。環境にこだわることでもう行動しなければいけない状況を作る、まあ、これは一つはその別のことをする行動の自由を奪って、本来やりたいこと、その環境で求められていることをしなければいけない、そういった意味では、まあ、換金に近いですよね。言葉は全然違いますし、状況全然違いますけども、別のことをやる自由を奪って、その何か伸ばしたい力を高める環境に行く、まあ、これは、まあ、今日の話であれば、現行以外のことをする自由を奪うことによって、本来やらなければいけない現行、書き進めたい現行に時間を使える、エネルギーを使えるようにするっていう意味では、まあ、環境へのこだわりが一つのこの自主換金だと思います。で、一つがその本田圭佑さんの言葉ですね。で、もう一つこれ似てるなって思ったのが、明徳義塾高校ですね。僕も1学期に1回から2回あの英語の指導に行かせていただいてますけれども、明徳義塾高校は、まあ、野球とか、ゴルフ、相撲、サッカー、まあ、卓球、バレーボール、まあ、スポーツなんかでよく全国大会に出ますので、スポーツで有名ですけども、明徳義塾高校はほぼ全寮制なんですよね。で、ほぼ全寮制で山の中なんですね、キャンパスが。最寄りのコンビニが車で15分とかっていう感じなんですね。20分ぐらいかもしれませんね。歩いてコンビニ行くっていうのは、まあ、ほぼ無理なんですけども、で、その明徳義塾高校の入学式で言われている言葉があります。それは何かというと、まあ、校長先生の言葉で、自由は奪います。ですね。自由は奪います。その代わり、夢を与えます。っていう言葉があるんですね。で、これは、入学式で新入生に対してこう伝えていく言葉なんですけども、まあ、自由は奪います。まあ、高校生ですからね、多感な時期ですからね、やっぱりいろんなところに遊びに行ってとか、まあ、恋愛してとかっていうような、そういう思いってあると思うんですけども、どうしてもそれが山の中で全寮制、なかなかこう自由にできないということで、こう自由を奪います。その代わり、この環境だからこそできる夢を与えます。だからスポーツに集中できたり、まあ、勉強に集中できたりっていうのはあるので、そういった意味では、まあ、明徳を換金とは言わないですけれども、まあ、状況としては、その環境にこだわるっていう本田圭佑さんの言葉と、まあ、明徳義塾の自由は奪います、その代わり夢を与えますっていうのと、まあ、僕がやっている自主換金っていうのは、目的としては同じかなというふうに感じるんですね。で、こちらに関しても、それだけではなくて、もう英語学習も一緒だと思いますし、まあ勉強という意味でもそうですし、英語を使えるようになりたい。もう勉強はずっとやってきた。ここからやっぱり使っていかないと、どうしてももう伸びないなとか、あとは、もうここまで英語やったんだから、もう仕事で使っていきたいとか、まあ趣味で使っていきたいとか、まあいろんな思いって、お持ちな方、いらっしゃると思います。で、そういう時に、まあ今日の自主換金ではないですけども、もうその自由を奪われる、その英語を使わなくてもいいという自由、これも自由、何々しなくていい自由っていうのもありますよね。でもやっぱり英語を使っていきたいのであれば、その英語を使わなくていい自由を奪うために、英語環境
に入っていく、まあ、自分をそこに監禁するような感じですね。本田さんの言葉で言えば環境にこだわるということですね。その環境に入ることによって英語で情報をやり取りしなきゃいけない。でその中でやっぱり辛いこともあると思いますし、うまくいかないこともあると思うんですけども、ただその苦しい経験があればなんとか乗り越えようという思いも出てくると思います。その中でもう努力しなきゃいけない、乗り越えなきゃいけないという環境で、まあ、一方ではちょっと辛い部分ってあると思うんですけども、でもやらなきゃいけないとなったらやっぱりやりますからね。自由は奪われているかもしれません。やらないという自由奪われているかもしれませんし、他にももっといろんなことやりたいなという自由は、まあ、その一時的に奪われるかもしれないですけども、ただ本当にやりたいことの実現の精度を高めることはできると思います。なぜかというとそれしかやれない環境に入るので、それが一つの、まあ、監禁、自主監禁の良さかなというふうに思っています。ぜひご自身の状況に当てはめていただいて、自主監禁的なものができないかどうかというのを考えるきっかけになればすごく嬉しく思います。Useful expressions. 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現のご紹介です。今回の名言はココシャネル、ココシャネルですね、の言葉です。Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. 扉へと変わってほしいと願いながら壁を叩き続けることに時間を使うな。まあ、明らかに壁であるのに、これ叩き続けていったら扉にならないかなと思いながら、こうずっとその壁をずっと叩き続けても意味ないよということですね。はい。まあ、もちろんそういう思いは叶うみたいな言葉ありますけども、壁に対して扉に変われって思いはさすがに叶わないですからね。まあ壁っていうのはどこにでもあるものもですね、扉って開けなきゃいけないですけども、そのどこにでもあるところに対してこうだったらいいなって思いながらずっとやってもそうはならないですよっていう、まあ楽なことをしつつ何か結果が出るような扉になって開いて次のステージに行けるような、まあ、そんなことは考えないでねっていうことですかね。はい。で今回はこの中でも spend ですね、spend time beating on a wall っていうのがありましたけども、spend これ時間とかお金を費やすという意味で、 spend time って言ったら時間を使う費やす、 spend money って言ったらお金を使う費やすというふうになります。でこれ構造が spend time beating on a wall、 その後動名詞ですね、 beat じゃなくて beating になっていますけれども、まあ、実はこれ spend time の後ろに on という前置詞を置くことができます。 spend time on beating on a wall ですね、on を置くことができます。でそれが省略されているんですね。で前置詞の後ろに置く動詞なので、前置詞の後ろは名詞じゃなきゃいけないですからね。で名詞じゃなきゃいけないけど動詞を置きたいという場合には動名詞というものが必要ですので、ing をつけて Don't spend time beating on a wall となっています。まあ on を入れて Don't spend time on beating on a wall ということもできます。これお金の場合もそうですね。 Spend money on 何々、例えばspend money on studying English といえば英語を勉強することにお金をかけるってなりますし、 spend time on studying English といえば英語の勉強することに時間をかけるってなります。あとは例えば本にお金を使う場合には spend time じゃなくて spend money on books とかですね、ただの名詞を置く場合には on は省略できないので、 spend time on books とか spend money on books とか spend money on a car とかですね、車にお金をかける場合には spend money on my car とかですね、いう形になります。はい。この
ビーティングのところですね、スペンタイムビーティングのビーティングのところが空欄になって、トイックのパート5で問われる、そういうような問題も結構出てきますので、ぜひ知っておいてください。第172回をお送りしました。自主監禁の話でしたけれども、いかがでしょうか。コメントをいただいています。 JM さん、ありがとうございます。ヤフーの一級速報を見ると、今日ハムは4位のようですね、ということで、この収録の日はですね、日本日ハム4位ですね、頑張ってますね。現在セパの首位は阪神とロッテのようですが、初心者は強いチームを基準にしない方が良いでしょうか、ということで、3勝するまでに何々を達成するという基準にする場合ですね、いやどうでしょうね、量によるんじゃないですかね。何をするかによって結構ユニット1個分、僕の場合はこの教材っていうのは、ギガブースターフォーダトーイックエラーノルテスト、この教材のユニット1個分を出さなきゃいけなかったんですね。でこれって15ユニットあります。15ユニットのうち僕が1から7まで、でもう一人の著者の方が8から15までという感じだったんですけども、3勝なので早くて3日で3勝してしまうんですよね。でページどのぐらいあるかというと11ページあります。11ページでパート1からパート7まで、問題作んなきゃいけないんですよね。まあまあな量があります。これ3日って結構きついですね。結構きついので、これの場合はあんまりこう強いチームにするとちょっとすぐ書かなきゃいけなくなる、書かなきゃいけなくなるってことはないんですけど、書けるのでいいのかもしれないですけども、そこは皆さんがもしそういう参照を基準にするのであれば、一気に勝ってもらっても全然問題ないぐらいのなのであれば、強いチームでも全然大丈夫ですし、どうしても時間がかかるというのであれば、そう強くはないチームを基準にしてもいいかもしれないですね。はい、ただこれは野球チーム基準にすると負け続ける可能性あるので、そうするとよっしゃやらなくていいやってなるので、で勝ったらなんか嫌な感じがしてしまうことがあるので、あんまりおすすめしないです、野球チームをサンプルにするのは。何か、もうちょっとなんかいいものですね、使っていただく方がいいかなと思いますけども、ただ基準にするので、野球好きな方は、基準にしてもいいかと思いますので、そこは一番どうだったら自分が力を入れるか、しかも楽しみながらですね、僕も苦しみながらやってたわけではないので、で日ハムが仮にずっと負け続けてもやらなかったかというとやります。その時は別のチームにしたと思いますので、そこは楽しみながらゲーム感覚で、いけるところですね。で僕の場合はたまたま編集者の方も野球大好きな方だったので、今度一緒に野球見に行く、6月ですね、もうこの配信が6月28だからもう行ってきたんだと思うんですけども、はい、ぐらいお互い野球好きなので、そこは楽しみながら書いてみました。はい、でもなんかこう基準があるとゲーム感覚になるので、おすすめです。楽しみながら進めてみてください。はい。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。今月は一人でお送りしてきましたけども、いかがでしたでしょうか。次回からはアキさん戻ってこられると思いますので、また二人で、対談しながら進めていきたいと思います。リスナーの皆さん、今週もありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.